なんか今日可愛かった、ありがとう、今日可愛かったフーディーなんか人前で恥ずかしかったけどねあとお手紙届きましたよ皆さん。メールにもね、さっきお休みメールも送ったんですけど、書きました、皆さん書きました、届きました、だ間違えた、ありがとうございます。お手紙、あ、光飛びがすごい、イエイ、ありがとうございます皆さん、どうもどうも。オムさんは寝てますこちらで。え、なんか光飛びする、なんでだろう、ライト、ライトだ、ライトか、ライトない方がいいのか、いやでもライト消しても光飛びしてるね、届くの早い、ほんと。え、あとさ、え、いい匂いつけました、めっちゃいい匂いするんだけど、これめっちゃいい匂いするんですよ。なんか今までこの手紙に匂いついてたことなくて、めっちゃいい匂いするんですよ。なんか今日雰囲気違う、場所が違います、背景が白だからか。どうしたらいい、白飛びめっちゃする、ほらめっちゃ飛んでる、顔が白すぎて、なんか白白白って感じなんだけど。え、いい匂いつけてない、誰つけたの、じゃあこれにいい匂いつけたの誰、めっちゃいい匂いするよ、なんて誰ですか、いい匂いつけたの、事務所の人ですか、いい匂いつけるの、ありがとうございます、いいいたずらですね。あ、美白で良き、良きか、よし、こんばんはポスター貼る、私が、ね、めっちゃ白飛びしちゃう、 あ、ここに手があれば大丈夫だって、やっほー、え、本当だ、カピバラ、え、誰、ケイケイさん、久々、ありがとうございます、タワー、待って、あれ持ってきたよ、ありがとうございます、ケイケイさん、ありがとうです、香水のせい、君のドルチェ&その香水のせいだよいやー、おむらっこさんのもう出番が来た、ありがとう、海賊タックンハートありがとう、わー、お便り持ってきた人がいい匂いつけたんか、そういうことか、めっちゃいい匂いするやんと思ったら事務所の方の匂いだったのか、パッパッパー、じゃ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 、海賊タックンかわいい、ありがとう、さっきぶり、やっほー、あの放課後ホームルーム来てくれた方、やっほー、なんでこんな白飛びするん、ライト消したらいい、これどうやって消す、こうか、あ、ちょっと治った、やっほー、来れてなくてごめんなさい、タワーなの、ケイケイさん、いやいや、ありがとう、メロンパンさん、かわいい、ありがとう、去年の今日博多座に舞台見に行った、そう、それはピのメールかな、何かで分かったのかな、よいしょ、ケイケイ、ケイケイさん、めっちゃほんと久々感ある、ありがとう、あ、画面を暗くする、これか、あ、なんか顔が黒、顔だけが黒くなるポニ太郎さん、ありがとう、こちらこそ、エビちゃんハートありがとう、コキンさんハートありがとう、ピのメールですね、なんかピがLINE で送ってきたもん、これちょうど去年なんだ、去年の今なんだってみたいな懐かしい、バレてやがる不安の狼さん、だるまありがとう、緑背景にしたらいいかな、これを この下でやったらいいかな、ちょっとさ、うこれでさ、こう一緒に下がるのはどうだい、あ、どうだい、ちょ、画面高すぎ面白い、そしたらいけるんじゃないか、ほら白飛びちょっと治ったくないあずれるずれる、おむらっこさんも置いて、ほらいい感じじゃない、あ、無音じゃなくなったの、やっほー、くまねパパさん、バラありがとう、合成しやすそうな背景、おもろいほんとよ、イエイイエイ、いいなんちゃらオタクとして生きていきます、お、今日もかっこよかったですね、え、ほんと鉄壁の前髪、そう、今は鉄壁になりました、あのメイクさんが使ってくれてて、ずっと私が欲しかったヘアスプレー、どこにも行っても見当たらなかったのが、今日本通りになんかドラッグストアで行ったら売ってて、これです、
これずっと欲しかったヘアスプレー、これです。トリエ、これです。これ私の髪にめっちゃ合ってて、めっちゃほらめっちゃ固まるのにパキパキに見えない、見た目がこれです。これおすすめです。これ私が公演の時にいつもどれにしようかなって見て、これがあったら絶対これ使います。これでした、やっと見つけたの、嬉しい。メイクさんのおかげでいいヘアスプレーに出会いましたね。よっしゃよっしゃ、かんちゃんハートありがとう。そう、よきよき、これめっちゃよき、買おう、絶対買って説得力でも1から10のうち10だ、めっちゃ強いね。でもパキパキじゃないの、見た目は。なのに、そうなのにね、すごいいいの。そう、めっちゃ私の髪質に合ってるの。そうそう、ナイス前髪、やったやったやった。で、ありがたわーのお礼を書きますありがたわーです。よし、よいしょ、久しぶりに嬉しみ、これからもちゃおちゃお、やっほー。あ、メール来ました、メール2通送った。どんな感じ、まだお休みメールではない、今日21日だっけかな。よし、ありがたわです。あ、お休みメールも来た、やった。もうお休みメールが行ったということは、この配信が10時頃までできます。この場所を使うのがちょっと申し訳ないのであれなんですが、小平さんハートありがとう、イエイイエイ。矢島さんもハートありがとう、今日はありがとうございました、放課後ホームルーム楽しかったみんな。でも私なんか今日なんか恥ずかしかった、みんなと久々すぎて、だからあんまうまく話せんかったけど、リップがどこ行っちゃった、あった、あんまうまく話せんかったけど、とりあえずなんか好きとかだけは伝えれたみんなにふふ、ああ今日はなんか顔が白くなったここに白い背景があるからもう白くなっちゃうのか、話すことなくなって告白しちゃいました、ありがとうございます、嬉しいです、うれぴー好きぴー大好きぴーありがとうございます。みほりん倒しだともっとうれぴー好きぴー大好きぴーなんですけどねふふ今日は緑、そう今日は緑、いつもは水色だけど、そう、あ、待って、ケイケイさん見せてなかった、ケイケイさんありがたわ。え、なんでこんな白飛びするある、こんなことある、ほ、見えるかな、ちょっと待って、これでこうしたら見えるか、え、なんでライト消した方がいいのかな、そんな白飛びすることある、あ、こうか、画面の明るさを暗くした、はい、ギリ見えるかな。久々のオネシカミホリありがとう、ありがとう、イエイ、押すしかない、ありがとうございます、ありがとうです、よいしょ、ビヨンビヨン、お辞儀ありがとうございます、イエイ、ありがとう。ここにライトつけたらいいか、ここだ、ここにライトだ、でも強すぎ、こんぐらいだ、よし、よきよき、ありがとうございます。まばゆかった、さっき、なんさんかわいい、ありがとう、俺も好きと言われたくなってきた、おいや、みんなのこと好きですよ、そりゃそうですよ、告白して二人おしめんですとか言えません、ですよね、ですよね、ミリミリとかもね、ミリミリ最近してる人も多いし、ピッてしてる人も多いけどね、みんなね今日も顔面お強い、ありがとう、イエイイエイ、ちゃっちゃん、後ろはゴルフのグリーン、確かにぽい、ちゃ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 、
バン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 さん可愛い、ありがとう。今日も可愛くて好き、ありがとう。後ろアスパラガスの色じゃない？アスパラさん背景が良かった。こっち見てイエイあ、ふうくん誕生日、ハートありがとう。ふうくん、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアふうくん、ハッピーバースデートゥーユー、お誕生日おめでとうございます。イエイイエイ、おめでとう、お誕生日おめでとう、おめでとうございます。名前で気づきました、おめでとうございます、誕生日おめでとうございます。イエイイエイ、みんなもお誕生日近い人もいましたね、お誕生日もうすぐって方もね、ぜひぜひ誕生日の日はここに来てみんなで祝いましょう。イエーイイエーイイエーイ。最近ガタ案件少ないので、そうね、どうしましょうっていうのだね。マリドリさんかわいい、ありがとうチョコミントリスさん、うま、ありがとう。コキンさん、ハートありがとうありがとう。3日後みゆき誕生日、あ、ほんとだ、菅井さんのちょっと前いい肉の日が菅井優香さんだね、ジュリボーさんもだねあ、名前見ての通り単押しですよねって、え、スキピー大好きピーって書いてあるけど、あれあれお祝いしますよ、ぜひぜひ皆さん来てください、来てくださいってここに座らせたら映る、あ、いい感じ、いい感じじゃないですか、はい、良きです、はい、良きです。今日なんかすごい青いです、青白い顔がお誕生日おめでとうございます、イエーイ。今月終わりました、お祝いは不要、え、なんだって、おめでとうございました、うんおお、あと76人で1万5000人、フォロワーかな、ありがとうございます、嬉しい。 何しよう、どうしようかな、もう1万5000人嬉しい、みほりんしか勝たん、本当にありがとう。パシパシしてる、してないさっきのだらけた寝方が嘘のように、そう、凛々しい立ち方をしています、いい感じです。あ、予防接種したんですけど痛い、やっぱり予防接種は、しかもその予防接種ここにあるんですけど、したのがこのこういうとこぶつかった時めっちゃ痛いんだけど、予防接種痛い痛いのですけど、普通に予防さん痛いわ、みんなどう、予防接種した、みんな、え、痛いですよ、普通に、普通に痛い、え、無痛針、痛くないのとかあるんだ、調子は悪くなってないけど痛い痛い、なんかあの青タンの痛さと一緒、痛い、ぶつけた時に、やだやだ怖い痛い。お、田中美穂ちゃん、やホームルームありがとう。スーツめっちゃかっこいい感じでしたね、スーツの方が今日3人ぐらいいたかな、もうお仕事帰りとかその就職活動とかなんですけど、いい感じでした。スーツでビシッとしてるのも好きだし、でもラフな格好パーカーとかも好きだし、みんな好きってことだね、 DD だね予防接種してもなるときはなる、あ、そうなんだね、気をつけます、なっちゃったら毎日アイドルが途切れちゃう可能性があるので嫌ですよね、そんなことで途切れるのは、だから完全に部屋着、え、でも全然ラフなのも好き、インフルかかったことないの、すごっ。私は小学生の時はちょっと学校サボりたいなと思って、なんか全然予防とかしてなかったら案の定なりましたスーツは得意ね、前ね、スーツだった、スーツ似合うしね、よろしくお願いしますスーツだったらもう好きっていう言葉が多分出ると思いますパーカーにオムラッコ、あ、挟んでる人いた今日やっほいほい、先に名前呼んでくれたら嬉しかった、やった、もうね、今回来てくれる私の推しの方はもうみんな分かるぐらいの方だったので、あ、何々さんだってなってた、もう本名でも分かる人が結構いて、もうホームルームに何回か来てるとかだったら分かるんですよ、
からあ何々さん来ると思ってあ来た何々さんみたいな感じでね話せましたね。楽しかった。待って私テロップ何も書いてないけど何か書く。どうするどうする。よかったです、イエーイ。顔見えてないけどって言われて草でした大丈夫だった。途中から大丈夫だった。テロップないパターン。それなテロップ忘れてた。今しっかり忘れてた。だけど絶対バレない自信。え顔見たら分かりますよ。私も余裕でした。完璧でも当てれたし。白中みちゃん今日顔めっちゃ白い。ほら白顔。忍者なのでバレません。そうなんですかテロップなくてもいい。なんかスクショタイムがいい感じだね。イエイ。今日も可愛い中美ちゃんテロップやば。えやばくない。いいのテロップ忘れてたっていうテロップ。あそれめっちゃ良くない。テロップ今日めっちゃ画質高い。えやった。ここの Wi-Fi いいんかもしれん。 Wi-Fi を借りているのでとてもいいのかもしれません。やった。じゃあぜひスクショして帰ってください白飛び楽屋からこんばんは。もう後ろの白いとこやばいもんね。もう白白って感じホームルームでめちゃくちゃ珍しい名字がバレてしまった。えそんな珍しかったっけ。何だったっけ。うわ何だったっけ。ホームルームじゃないよね。でもあれチェキかい。あれあれ。いずれ本名でバレるようにまた遊び。お待ってます。でも顔はもう余裕だよね。余裕で画質ええんだ。やった。イエイ。みおちゃんイベントの時大体そのソファーの前。そうなんかこの部屋はちょっと隔離されてるというか。だからそう。でも今日は違かったんですけど、アイロン使ってたからあっちでなんですけど、そう放課後ホームルームとかの時は大体この部屋でやってる。なんか私声でかいからだからうちテンション上がっちゃって声がでかくなっちゃうから、この隔離されてる部屋でやるのがすごく好きですしかも緑だから好きです。落ち着く。そう。お夢の弓穂2画面終了。あ終了しちゃった。ありや本名だったらバレない。えどうだろう。でもたっくんじゃない。明後日もお話できるの。あ確かに明後日お話し会だから。えどうする。って私明日あと休みなんですよね。休みの日なんですけど何しようって思って。何しようかな。なんかもったいないやん。貴重な休みなんかしたいけど何もないかなと思って。可愛さがでかい。えあそんなん言ったら好き軽いそう隔離部屋。えなんか声私大きくなっちゃう。なんか四国の中では大きいと思う声が。だからそう隔離部屋でやる今日は目のうるうる感。おお嬉しい。この部屋はなんかすごく美白になったりうるうるになったりいいですね俺も好き。ルンルン。みんな好き好きだね。ピンマイカーとは違って少し戸惑ったですよね。結構ピンマイカーおりゃおりゃおりゃヤッホーヤッホーヤッホーこんばんはヤッホーみたいな感じだけど、四国あこんばんははじめましてこんばんはって感じだ。だからね全然違うよね。そう、うん、物笑いできてるの大丈夫。気にしないわ気にしないわ。私できたことないな。痛そうだねあれ。ちゃんとなんか綺麗にしとかないとなんだよね。大変じゃん。微笑みの四国わちゃわちゃのピンマイカ。確かにどっちも来てる人はわかるかもね。猫かぶってて草。いつもの猫かぶりどこ行ったんですかってのノナさんって言われちゃう本当のみほりはどっちなのか。テンションが上がるともうめっちゃでかいけどね。雰囲気違った本当に。リアルになると静かになる。そうそれはそうなの。ちょっとね
緊張しちゃって話せないの、人見知りが出ちゃう。オンラインイベントの方が得意、田中さん。りょうへいさん、とうとうありがとう。かんちゃん、ハート、ハートじゃないバラ、ありがとう。話し会とかでタックって呼んでくれた。え、もうタック、じゃあタックにする。タックンくん。わかんないけど、どうだろう。話し会楽しいですよ。あさって撮ってる方はぜひ。ぜひぜひ。カリオストロまだ見てない。多分録画予約してる気がする。昨日でしたっけ。ね。今日ホームルームありがとう、緊張して。お、ありがとうございました。ありがとう。呼んだ、それな、呼んじゃった。そう、たっくんがもう一人いるから。しかもお手紙も届きましたよ。ありがとうございます。クローバー。かわいい。家に帰って全部読みます。ありがとうございます。お、ひであきさん、かわいい。ありがとうございます。3人押してねって言われたけど、心の中ではみほちゃんしか。キュン。ありがとうございます。ニヤニヤ。ニヤニヤ。めっちゃ字綺麗。それな、確かに。みんな綺麗だよね、字が。すごく。田中美穂っていう字みんな上手ね。田中美穂、田中美、美穂の美ってうまく書きやすいよね。かっこいいですね、皆さん。某メンバーがそうやけど、あれでしょ、汗でしょ。トムくん文字上手い人。え、文字上手いよ。え、なんかこの達筆じゃない、めっちゃめっちゃ。男の人で字が上手なのっていいですよね。あとラッコだ、いるしね。あ、ラッコの共演、ラッコの共演だ。みは美しくなりますね。おー、素晴らしい。大地さん、ハートありがとう。花束ありがとう。イエイイエイ。もらい済みされてる。え、これカワウソ、は、ラッコじゃないん、アンピーじゃん、カワウソって。おいおい、私今日アンピーとも話したけど、カワウソとラッコの、あの、あんま違いが分かってない。あの、こういうペンケースとかでもめっちゃ似てて無理。ごめんね、オムラッコって感じ。みんな字がうまい。そう、なっちゃんの顔が好みなんですけど、中身ちゃんが好きです。お、なんか最初に一言多いけどね。うん、まあ。お、ほっぺたぷりぷりさん、お花ありがとう。この間ぶりだ。やっほっほー、こんばんは。おいおい、なんでカワウソつけてるんだよ、ここに。アンピーじゃねえか。あ、ラッコと思って買ったらカワウソ。それは仕方ない、私も間違えそうだもん。アンピーの最近持ってるカワウソのペンケースめっちゃ可愛いもん。あれもラッコあったらいいのになって思うもん。トムさん、ハートありがとう。呼び捨てしてくるのサイアンとパシだった。え、呼び捨てなの？なんか呼び捨てって恥ずかしくてできない、私。みんなのこそ恥ずかしい。なんか友達とかはね、すぐできるのにね、恥ずかしくてできない。お手紙残るから。そう、いいんですよ、お手紙。ぜひ私の思い出に残るので、ぜひ皆さん送ってください。私がアイドルをしているうちにたくさん送ってください。ぜひ呼び捨て。恥ずかしいじゃん、恥ずかしいじゃん。でどこを呼び捨てしたらいいの。みほ、みほ、みほって言われるのもちょっと緊張する。なんかみんなみほりんとかみほちゃんだから、結構みほって言われるの緊張する。チュンチュン。ホームルームタメ語で話そう。お、よよよ、呼び捨てです。どう呼んだらいいの。ロッテリア島根店。なぎドラガン。僕は呼び捨てでも確かに肌、肌かん、向き肌。呼び捨てタックン、タックタックタック。恥ずかしい、無理無理無理、私にはそんな恥ずかしい。あ、なんか恥ずかしい、照れちゃうからできない。ああ、前髪触り出しちゃう。呼び捨て恥ずかしいからできない、照れ照れ。呼び捨てたらヨネがいいの。ヨネ、もうみゆきさんを呼んでた気がする。そうやってみほ、え、なんか文字で見ても恥ずかしい、みほって書かれるの。無理無理、恥ずかしい。なん
ング照れちゃう、無理。照れると前髪触るかもしれないし。あ、汗汗、お、汗汗、熱くなってきた、汗汗。照れる、無理、みんなやめて、呼び捨てやめて、照れるからやめて。なるほど、もともとちゃん付けだから呼び捨てしやすい、かん。恥ずかしい、無理。田中美穂、その呼び方はサラピー、それな。あ、汗汗、遅れてきた、汗汗。あ、サメさんからの狼呼び、狼、恥ずかしい。なぎちゃん、尊いありがとう。え、だってさ、今こそ中学校の友達とかはさ呼び捨てできるけど、最初に呼び捨てするときめっちゃ恥ずかしかった。なんか、なんて呼んだらいいとか言ったらさ、呼び捨てでいいよって言ってくれるけど、なんちゃらみたいな、恥ずかしすぎん、うん、照れ照れ、汗汗。ごめん、なんか変な人だ、私一人で照れて。みほち元気。大学生になるとみんな呼び捨てなの？みんなパリピッピー。みほ照れなくていいんだよ、やばいやばい、無理無理無理、え、無理無理無理、いや無理、恥ずかしい。何やってるの私、事務所で。恥ずかしい恥ずかしい。中身中身ウケる。トムさん可愛い、トムくん可愛い、ありがとう。恥ずかしいですね、汗汗。ほんま好きや、ほんまに好きか。ミリのとこでも好きって言っとったやないか、割とほんまに、ほんまに。ほんまに呼ぶときどうしても。田中美穂様って最高限度の尊敬。尊敬しすぎ、それはそれはさすがに尊敬しすぎよ。ビューティフル、最低。学校で先生から美穂、あ、でも確かにそうだった、なんか先生とかはなんか大丈夫大丈夫だけど、確かに田中さんいっぱいいるから、美穂とか美穂さんとか多かったかも、学校の先生とかは。確かに確かにね、学校の先生下の名前だったわ。あれ、ミリ、汗汗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 。ミリから昨日、美穂りんやばい、うちや相当やばいみたいな来て、何どうしたんみたいなの送ったら、なんかダイエット、美穂りんがダイエットの時使っとったなんか筋トレの動画とか全部送ってみたいな来たけ。送った、何があったと思ったけど、そんなやばいんや、頑張れって気持ちを送った。そう、みゆきはみゆきなのにまさやだとまさやくんなの。どういうこと、何。こらみほ、朝よ、朝、もう朝、まだ夜暗、夜暗い、空暗いけど、まだエゴサ防止のみほりの別名みほ田中。部屋変わった、ちょっと今日はねお仕事場じゃないけど事務所からお届けしています。ミリタン、お腹がやばいの。そうなの、お腹は、お腹でもさ、お腹は脂質を少なめにしたらいい気がするけどね。頑張れミリ、私も頑張ろう。ブブブブブ、ちゃんみほリップとお洋服の色が良すぎ、ありがとう。あとさ、私このポーチを見て思い見つけたってなったんですけど、私このイヤリングなくしたと思って、最悪って思ってたイヤリング、この最近使ってなかったポーチに入ってたから、つけるね、このイヤリング。ちょっと大人っぽくなっちゃうわ、なんか変なとこにつけちゃった。大人っぽく変身しちゃうわ今から。あ、耳がね、ね、つけるの下手。ミホリは大丈夫、本当にありがとう。でもミホリも最近ビュッフェとか行きたいし、いっぱい行きたいから。そう、いや今日帰るの遅くなっちゃうけど、私イベント後にショールームしたくて、で9時からショールームするとしたら間に合うと思いますかってスタッフさんに聞いたら、事務所でしていいよって言ってくれて、神ですかってなりましたので、事務所でしています。
で明日は休みなので全然今日は遅くなって全然大丈夫ですっていう感じ。え、大人やった。あ、痛い。予防接種シャキーン。右も左もあるよ。やん、大人っぽ、嬉しい。これは嬉しいです。友達がくれたやつですね。そう、さすが。その痛みもらわせて、え、本当に痛い、これやだ。こんばんは、お疲れ様です。ヤッホー。あつしさん、ハートありがとう。ヨネピさん、似合う、ありがとう。ヨネ、ありがとう。無理だわ、やっぱ。おお、用意して無理、恥ずかしい。ピそう、これなくしたと思って、マジ今日朝萎えてたんだけど、このポーチに入ってたから嬉しかった。翔平さん、尊い、ありがとう。翔平、尊い、ありがとう。今日限定だかもしれん。そう、予防接種。そう、今年は晴れるより痛い。そうなんだ、そんなんがあるの。なんか今年は何みたいな、知らんかった。なんか私、お姉ちゃんがアレルギーがあるから、予防接種小さい頃とかしたことなくて、だからこの STU 入ってやることになって、めっちゃ痛い。痛い。小平、ハートありがとう。本名も分かってしまっているか。海賊たくん、ハートありがとう。トムくん、尊い、ありがとう。サーポン、ハートありがとう。いや、これ無理、恥ずかしいね、無理。私今日お話会で不意打ちで美穂、それは多分死んじゃいますので、やめてください。なんか自分が呼び捨てされる方が死ぬかもしれない。オオカミ、偉い、ありがとう。ナギ、かわいい、ありがとう。ケンパーくん、ケンパ、かわいい、ありがとう。そう、全然嬉しくない呼び捨てでしょ。私本名知ってるから本名できるんだけど、やめた方がいい。あ、今日は放課後おめでとう、ありがとうございました。ありがとう、いつも帽子が似合ってる。アンニョン、見事な美少女、ヤッホー。お、みゆき、かわいい、ありがとう。ひろさん、ひろさん、かわいい、ありがとう。みゆき、マーク。トム、ハート、ありがとう。トムくん、ハート、ありがとう。呼び捨てにされることない。だってもうね、さんがついてるからね。そうだよね。テレテレ、呼び捨て、テレテレって書いとこ。呼び捨て、テレテレ。汗汗のテレテレ版。です。お話からで、うわ、テレテレ、テレテレ。ドラゴン、かわいい、ありがとう。バズラモンスター、ハート、ありがとう。アツシ、ダルマ、ありがとう。ケーキ、えらい、ありがとう。テレる、無理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 。でも今日は楽しかったので、これぐらいは。これじゃ呼び捨て、マリドリ。ひい。あ、たっくん、かわいい、ありがとう。エリカスタイル、かわいい、ありがとう。2回呼ぶ。野獣もかわいい、ありがとう。アスパラ、いいね、ありがとう。やっぱ呼び捨ててなんか申し訳なくなってきた。大地、か、大地、だるま、ありがとう。ウィーヒー。で、りねちゃんに呼び捨てで呼ばれたの思い出した。そうなの。そう、これ今日限りですよ。もう私のここが死ぬからニヤニヤしすぎて、だからダメだ。クマネパパ、尊い、ありがとう。三谷、かわいい、ありがとう。一岡さん以来の呼び捨て、え、よかった。ありみほ好き、やばい、死ぬ。死ぬ死ぬ、無理無理。竹ピッピー、ハート、ありがとう。秀明、えらい、ありがとう。今日限定かもしれない、ちょっと無理、照れ死ぬから。ミホ好きだよ、やばいって。大丈夫かな私、これ全部真理受けてるけど。ありがとう、みんな。メロンパン、バラ、ありが、バラじゃない、花束、ありがとう。好きです、ありがとう。翔平、かっこいい、ありがとう。ボニタロ、かっこいい、ありがとう。リュウヘイ、かわいい、ありがとう。
かっこいいって、私やっとかっこいい。みほ好きやで、みほいいかげん死ぬ。だから私恥ずかしくて、こういうセリフとかって少女漫画とかにあるじゃないですか、読めないもんね、そこのシーンとか、なんかってなっちゃう、ってなって読めないのそう、やめてみんな、もう読めない読めない、もう読めない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 、あー、オムラックが冷めた目で見てます。あ、もう無理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 、俺にハートありがとういや無理だわ、暑くなってきたからもう死ぬ死ぬ、やめよう今日限定、え、今日これあと何分あるかな、57分からランキング読もうかな。ふう、あと30分このテレを耐えなきゃいけない、やばい、やらかした田中さん、ひー、いやもうみんな普通のコメントしてください。トムちゃん、トムくんかわいい、ありがとう21時38分か、あ、もうでも38分なんだね、目が綺麗、ありがとう、今日は涙袋にちょっとキラキラをつけましたって感じです。テレ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 だけにしとこう、みんな普通のコメントでいいよ。今日何しよっかね、サメに別れようと伝えてくる、付き合ってないおもろい、じゃあ私とは結婚かなテンション高いミホも好きなぞ、ミホありがとうなぞ、今日は可愛いモード、テレテレあ、カラオケ推し尊い、ありがとう、カラオケ今日来たかな、今来た人です、なんかさ、いきなり呼び捨てされたらびっくりすると思うからね、恥ずかしいから、さっき限定だねルンルンルン、かわいすぎてつらみ、そんなの照れすぎて、テレテレテレミテレミテレミ、もうあさってみんなそれぞれ話そう、照れながら、ミホ来たぞ、うわなんで今来たのに知ってるの、ミホっていうの、ありがとう、ホームルームやっぱ楽しい、よかった、しかもスーツめっちゃかっこよかったですね、スーツ男子もいいですね、パーカー男子も好きだがスーツ男子も好きだな、みんな勇気だよ、テレミ、トムくん尊い、ありがとう食べ放題行きたいよね、私スイーツパラダイスに行きたくて、今いちご大福が食べ放題があるの、今いちご食べ放題がそもそもメインなんだけど、そのサブみたいな感じでいちご大福の食べ放題があるの、スイーツパラダイスに、それを知った私は即座に行きたくなっている、もう一人でも行きたいくなってるもん、今めっちゃ行きたいんだけど、でもあさってお話し会だから明日行くとあさってむくむかと思って行けないかなと思うけど、行きたいしマジ行きたい、え、スーツが好き、メモメモ、ぜひスーツも好きだし、あ、いちご大福を含めたケーキとか、何パスタとかサラダとかデザート他のとかが食べ放題なの、行きたい、一人スイパラ、でも YouTuber さんがしてるじゃん、ぼっち食べ放題とかぼっちスイパラとか、私女子高生でぼっちの食べてる、なんか綿毛ちゃんっていう子とか見てるんですけど YouTube で、ちょっとそういうの見たら、私も一人で行けるんじゃないって思い出して、行きたいんだけど、いちごの加工品、あのなんかいちごがそのままある加工品は大丈夫、いちご大福いちごが入ってるじゃん、いちごチョコとかいちごミルクとか、なんかいちごの形がないのにいちごの味が入ってるものがちょっと苦手、なんて言ったらいいんだろうね、そう、綿毛ちゃんめっちゃ可愛いよね、綿毛ちゃん可愛いよ、おすすめ、一人焼肉はいけると思う、でもスイパラとか食べ放題とかはなんかさちょっと勇気いるやん、でも YouTube 見てるからさ行きたくなる、そう、あ、いちごのクリームのケーキ無理、めっちゃわかる、それです、そういうのが無理、いちごが乗ってるとかいちごが入ってるとかだけだったらいける、
そう、いちご味のお菓子とかアイスとか苦手。そう、ペーストとかは無理だね。そう、フレーバーが苦手。果実は大丈夫、果肉とか。最近はエスティーデニムオアジャケット&タイで仕事。え、すごい、なんかカジュアルな感じなんですね。ヨキちゃん見たい。え、みちゅかわいい、ありがとうみちゅニヤニヤね。スイーツ食べ放題行きたいんですけど、行きたいな。でも土日は多いからなと思って、明日は我慢するんですけど。明日何食べよう、お家で。ママと何する、久々の休みだけどどうしようかで終わった会話から、どうしようと思ってる。家に引きこもるか出かけるか迷いますが、ガタミチュあら、こんばんは。いちごのケーキ好きですけど元気ですか。元気だよ。私はオレンジジュース苦手、みかんは大好き。おお、じゃあ私と一緒かな。いちごのペーストが嫌いだけどいちごは好き、一緒だね。明日はうなぎ、あなたが今日食べてましたね。美味しそうだった。全然ダイエットじゃなかったけど。パンケーキ作る、行って、パンケーキ食べたい食べたい。パンケーキにする、一緒に行く前提、よろしく。でも天神の X シングスなくなったよね、結構前だけど。ピエンじゃね。お寿司でも取りましょうか。お、ママだ寿司でも取るって言うよ、ママだったらいいね、みんなとご飯とかもできたらいいな。てかこの間のさスペシャルイベントさ、みんな絶対お腹空くでしょって思った。なんかお昼休憩とかなく、もう12時ぐらいから5時ぐらいまで永遠と移動と写真撮影会だったんだけど、絶対お腹すくでしょって思って、ご飯とかもみんなで一緒に食べるみたいな企画があればいいのになって思った。まあコロナだから難しいのかもしれないけどね。そうそう、お腹今どうだろう、まあ満腹ではないけど減ってもない。お腹大丈夫、寝れるぐらいの空腹程度って感じだね。ご飯食べられるところ見たくない、見られたくない。なんか気にしない人だからかな、私が。普通にみんなとご飯食べたい。あ、でもパスタとかむずいか、食べるのなんか気にしちゃうかな。ステーキとかだったらいいかな後でご飯の写真。なんかすくやん、やめてや。私はメールで送った通り、夕方は青汁とサラダチキン食べました。夕方はって感じですねそう、スペイベ時間キツキツでしたよね、絶対。お疲れ様です皆さん。いやー、こんばんは、ヤッホー、素敵素敵。部屋、これ私の家じゃないんです、ここは事務所なのです。どうもこんばんは。あれ写真だけ見たらスタバかと、でしょ、スタバの抹茶、抹茶ラテかなみたいな思うじゃん。ちゃんと自分で持ってきたスタバのタンブラーに青汁投入っていうね、青汁投入おばあちゃんコンビニで買って青汁と豆乳を混ぜました。中身とうとう見たらダメ。え、でも見たいよね、見とうとうっていうぐらいだから。もう1週間経った、ほんとよ、ほんとよ。いやー、ラッコがいるから家かと思った。そうでしょ、ちゃんと連れてきたの。今日はね、今日は大きいバッグだからね。今日はこちらのバッグです。あ、めっちゃでかい。こちらのバッグにアイロンとかお茶とかいろいろ入れてきました。入れましたので、そう、なので、なので、抹茶好き。サラピから誕生日に抹茶のお菓子いっぱいもらったな。そういえばともっち似合う、ありがとう。そう、11月25日からさ、抹茶のフラペチーノとラテもかな、スタバから出ますよね、飲みたい。くまちゃんは持ってこなかった、でかすぎるさすがにでかすぎて。うわ、台湾混ぜそばいいな、食べたい。ノワールブラック、何それ。チェックの服似合いますか、ありがとう。これ新しい洋服で、結構ロングなワンピースなんですけど、全身見せたいけど無理かな。ちょっと今日の服装かわいい、え、嬉しい、
見せたいよみんなに。今日靴も可愛いけどね。見せたいけど見せれんか。でもここいつもより家より広いから、広いからさ見てワンピースなんです。そして今日は靴がめっちゃ可愛いです。久々に履きました。見せれません。靴がめっちゃ可愛いですリボンです。はい可愛いはい可愛い。よいしょ。全身写真撮ってない。え撮って帰ろうかな。この子いつまでおるんここにって思われるかもしれんけど、そうこんな感じでしたじゃあ撮ろうっと。いやウエスト全然だよこれ。錯覚、目の錯覚。ありがとう。足小さい？ 23.5 どうどうって。いやありがとう。あみつかわいい、ありがとう。えいちごじゃん、美味しそう、食べたい、行きたいポリ太郎かわいい、ありがとう慣れてきた気がする。はいかわいいってめっちゃ使うおホークス買った、ソフトバンクホークス、うんいいね。我らの我らのですね、ソフトバンクホークスおめでとうございます。あ背の割に小さいの足。あそうなのね。えまさや偉い、ありがとう巨人ファン。ああパリーグ代表、そうなんだ。へえ、ホークス優勝してほしい、優勝セールある。あそうだ、優勝セール福岡帰った時に、帰った時に行って何月にセールあるんかな分からんけど、いいですね福岡の。あんま私野球分からんけどね、そう別にファンってわけじゃないけど福岡住んどったら安くなるけんちょっとラッキーってなるよね。そう狼かわいい、ありがとうケンパ尊い、ありがとう。そう私は福岡出身ですよ、知らなかったのサッカー派。あめっちゃサッカー見に行ってるよね。めっちゃ美味しそうなもの食べてるしいいなって思ってる。頼んでくれたらみほちゃんの分までセール品確保。あありがとうございますお願いします。ビールの売り子さん、何だろう、何だっけ、ビール継ぐ人かね。すごそんな、なんか体力いりそう。ぴょぴょぴょー、カレーのお供のナン、ハートありがとうカレーのお供なの、変わっちゃったのやべえよだれがじゅるりじゅるり。冬によく着るアウター、私ロング白いロングコートが多いかな感じですかね。ドーム行くあるある、大学の友達が売り越してる。あそうなんだ、バイトみたいな感じなんですかね。へえ、みほりんがビールの売り越したら20杯くらい飲む人いそう買ってくれるかな。えー楽しそう。へえ、サーポンお疲れ、ありがとう。用意してできるように今だけ買いました。おありがとう。あ、ユミリンさんもやってたの売り子。え、そうなんだ。へえ。持って何私私やってないのにユミリンさんもやってたのってそうなんだ。へえ。 STA でバイト企画、え、楽しそう、やってみて。私バイトしたことないからやってみたいんですよね。へー、どんななんだろう、やってみたい。あ、ユッカーもやってたね。そうだ、それは知ってる。そうだ。バイトしかしてない。なんか代わりにやってあげたい。バイトしたことない。ミホからビール買いたい、ミホあざす接客自信どうだろう。なんか中学校の職業体験で、何料理かなあれは、なんかおしゃれな料理屋さんのやったよ、接客業。楽しかった2日3日ぐらいで終わりだったけど、そ
そう、カフェ店員さん似合いそう、やった。え、でもコーヒーとか好きだからカフェ店員とか楽しそう。ともっちかわいい、ありがとう。なんで音ない、音ない、俺あれじゃない、なんかオンにしてないとか。まさやかわいい、ありがとう。みほ一緒にカフェ開こう。開いちゃうか、よろしくみほ。ニヤニヤ、なに、サイコロの人マリドリ似合う、ありがとう。確かにサイコロの人、しかも本物のサイコロになってたし。ラテのアイス氷なし、あ、いいですね、いいチョイスですね、良いですよ。小平ハートありがとう。ハートありがとう。美穂が店員になれば、あ、本当に、いい、ありがとう。ぴょんぴょんぴょん、美穂ちゃんこんばんは、こんばんは、いらっしゃい。受けた、口パク。ゆりなのブログはみほりんの三角関係。それな、私の DD が出てる、ゆりなとこっちで手つないでこっちでパシッと肩組んでる、バレちゃった。お、 OK、 だるまありがとう。ナンバーナンバーお花ありがとう。中島かわいい、ありがとう。繁盛、繁盛、繁盛、なんか繁盛の読み方がさっき頭に出てこないまんまコメントが流れていって、はんってなったね。後ろの方に僕映ってた、え、そうなの、待って、もう一回見てみよう。おもろ、みほりんはマイ、なんだろう、じゃなくても寝れる、マイ枕とか。私枕使わない人なんですよね。スタバの店員ね、美穂がいたら朝昼晩行く、待ってます、いつものやつですねって言って作らないと。なんだかんだ最後まで呼び捨て頑張ってる、そうだよ、私、私は有言実行。しょうえいさん映ってた、本当に、見てみよう。なおや、じいじありがとう。枕使わない、首大丈夫、なんか小さい頃から枕を置いてあったけど、なんかうってなっちゃって、使う時もあるけどね、あってもなくても寝れる。だから、何でもなんだけど、美穂がいたら何があっても頑張れる、そんな言われたらニヤニヤテレテレ。パチロモンスターハートありがとう。セイアイスありがとう。恥ずかしすぎん、マジ照れる、無理無理無理、恥ずかしい、俺が枕になります。どう、こういう感じですか、こういう感じですか、こういう感じですか。焼き芋の皮、むけないやつは食べるかな、なんか栄養あるらしいからね。でも土めっちゃついてるとかだったら嫌だけどね。照れ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 、美穂が入れるコーヒー最高ね、美穂みほ。テレ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 、55分のお知らせありがとう。じゃあもうそろそろあと2分ぐらいでランキングを読み始めようかなと思いますよ。皆さん早かったね、今日もテレテレしちゃったんですけど、お話し会でも楽しく話しましょう。皆さん、あさってだからね、お話し会、あさっては秋服、なんか秋の大人っぽい洋服だった気がする、テーマです。もう用意してあるので、その洋服を着る予定です。今日も美人さんってありがとうね。田中の呼び捨てはあんまキュンキュンしないけど、美穂はやばい、ニヤニヤする、テレテレしちゃう。あさって楽しみすぎて寝れん、寝れるっしょ。今日なんか呼び捨ての日になっちゃったの、恥ずかしい。おい美穂、それはサラピ。おい美穂でしょ、サラピだ。美穂おやすみ、美穂ありがとう。どんな感じの私服、なんか
女の子っぽいってよりは大人って感じの私服です。ぜひお楽しみに。というわけでそろそろランキングですかね。ありがとうみんな。ではではランキング読んでいきたいと思います。あ、エイカスタイルかわいい、ありがとう。たっくんありがとう。ではではでは、いくよ、ランキングを読むよ。22位のみほりん賞からいきます。22位はかんちゃん。そしてそして13位、ユナイテッドさん。あ、ユナイテッド12位ももたん、たんたん。11位メロンパン。10位たかさんあ、今ランキング変わったけどどうする。うむね、もう一回。22位のみほりん賞からいきます。22位タイサーと初段ボーイズ。そして13位オロチ。12位メロンパン。11位タカさん、タカ10位寝てるアットテルテルミホちゃん、超かわいい、ありがとう。9位ナンバ8位アツシアット愛知県の人。7位快速タックン。6位チョコミントリス5位大地、ニヤニヤテレテレ。4位流通の狼。3位くまねパパとテレルミホリンよき2位あんみつあんと田中美穂お嬢様推し。そして1位はドロロロロドン KK、 ありがとうありがとう、ありがたわでした。 KK やびやんおじき、ありがとうございます。皆さん、スタッフさんもここありがとう。そこはオオカミ、じゃあ4位オオカミ。ニヤニヤしちゃうから、みんなもうここが痛すぎるから早く寝ようね。みんなやりきりましたので、皆さんありがとうございました。今日 もう今日は一日終わるので、じゃんけんはまた明日にします。明日の配信もぜひ見てください。ではでは、これ今何分だろう、終わるまで手振るけど、ありがとうみんな。最後テロップ消した子、おやすみ、お疲れ、気をつけて帰るね。好き好き、私もみんなありがとう、おやすみ、大好き、気をつけて、ありがとうありがとうみんな。呼び捨ては今日までだよ。みほバイバイ、みほおやすみ、よねおやすみ、好き好き狼好き、ありがとう、好き好き大好き、みほ、トムくん、アスパラ、なん、たっくん、水筒よ。